羽生選手の競技後は、プーさんの雨。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2015年3月31日、人民闇によると、上海で行われた世界フィギュアスケート選手権男子シングルショートプログラム、SP で、日本の羽生結弦選手は、首位に立った。 彼の競技後、競技場は、熊野プーさんの雨、となる独特の光景が見られた。羽生結弦選手の SP の音楽はショパンのピアノ曲。演技終了後、観客たちは持参したぬいぐるみをリンクに向けて投げ込んだ。ぬいぐるみの多くは、羽生選手が好きな熊野13で、羽生選手はリンクを出る前に、その中の一つを拾って抱き上げた。 提供、人民網日本語版翻訳異編集、武藤宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手。1994年12月7日生まれ。全日本空裕穴所属。2014年ソチオリンピック2018年平賞オリンピックダンシングル金メダリスト。 羽生結弦のプロフィール09年ジュニア GP ファイナルを14歳の史上最年少で制覇。18分11年にシニア転校。11年3月アイスリンク仙台で練習中に被災。12年世界選手権銅メダル。同年5月に練習拠点をカナダトロントに移す。12年前日本選手権優勝。 14年ソチゴリンでは SP で史上初の100点超えとなる10145点をマークし、日本人男子初の金メダルを獲得。同年の世界選手権も初優勝。16年 GP ファイナルで史上初の4連覇を達成。5連覇のかかった同年の全日本選手権はインフルエンザで欠場した。 17年11月 NHK 杯公式練習で転倒し右足首の人体、人体を損傷。18年の平昌オリンピックは約4ヶ月ぶりの復帰戦にもかかわらず2大会連続で金メダルを獲得した。7月に個人では史上最年少となる国民栄誉賞が授与された。家族は両親と姉。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。